それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、カウント。やばいぜ。流れるようにスムーズだ。吸い込まれそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついているのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。俺の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んだら全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずだ。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、旧5000系だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンヒラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんねえ。なんだこれ。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。もっとられてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消しだ。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。うっそ、誰も。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。おっと思い出した。この下品でブチ切れてバカっぽいな走り、あいつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えば。来た来た来た、見せやんの、あの日か。高級の底力見せやれ。武蔵小杉を通過、母船が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。どうに、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジション5000の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのかな。わかんねえよそんなもん、藤原次第だ。
さっき心配ないって言ったじゃん。動力線は全長25キロと比較的短いですが、先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦況は藤原なら十分チャンスはある。ケイスケの言う通り、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。完全に抑えてる。まさか。そういうことなのか。まもなく4番線に信彦が前なんだ。本当だ。通過いたします。よし、いいぞ、押さえてる。行け。下がり。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くの過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が有利だ。しかしですね、レールと車輪が鉄同士、摩擦が少なく滑りやすいので、ある程度の重量がないと粘着力が、ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ、上り勾配ではフロントに荷重を寄せつつ粘着力を、限界を超えた領域でのみ顔を伸ばす。これが超軽量車という弱点。つまり東急5000系は上り勾配の突っ込みに弱い。部女子のアドバイスもそういうことだったんだね。アドバイス？何だ？チャンスは剥落、ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな。それを自分で掴み取るものだ。曲がる、曲がってくれ2300。セリフ間違ってんぜ旦那。電車ってのは曲がるもんじゃねえ。曲げるもんだ。じゃないけど、ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてた。いろいろともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。